本来大人が担うと想定される家事や介護などを日常的に行っている若者や子どもヤングケアラー岸田総理は今国会の代表質問でその支援を強化すると述べていました子ども若者育成支援推進法を改正するための法案を提出し国 および地方公共団体等が支援に努めるべき対象に明記することで、えー、自,自治体間の取り組み格差の是正につなげてまいりますそして16日には子ども子育て支援法などの改正案が閣議決定されましたそこにはヤングケアラーを国や自治体の支援の対象とすると明記されました 子ども家庭庁も2024年度からヤングケアラーへのキャリア相談支援などのため予算を追加し支援充実に乗り出しますその中でヤングケアラーの息抜きを目的としたあるイベントへの予算追加が物議にそれがキャンプ。息抜きよりヘルパーさんが欲しいとの声を聞いた。 キャンプの間は誰が家族をお世話するのさらに、ヤングケアラーは自動労働、なくすべきとの声が上がる中アベプラコメンテーター大空光輝さんの発信が議論を呼んでいますケアをしているかわいそうな存在という押し付けが声を上げづらくさせてきたヤングケアラーをなくそうしそうは危険です ャンプなど政府の支援策は妥当なのかそしてヤングケアラー支援の在り方とは大空さん国会議員当事者を交え徹底議論します。 ではゲストをご紹介いたします。まずはですね、ヤングケアラーの問題に取り組み、ケアラー支援法の制定を推進されています。立憲民主党の牧山弘恵参議院議員です。牧山さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。立憲民主党神奈川県選出参議院議員の牧山弘恵です。はい、よろしくお願い,いします。ありがとうござい,います。そしてもう一方、子供時代にヤングケアラーとして祖母おばあ様ですねの介護をされていました村田さんです。村田さんどうぞよろしくお願いいたします。 よろししくお願いしますすははいいこんばんばありがとうございますまずは最新の動きから見ていきますけれども政府は先日ですけれどもヤングケアラーへの対応強化を盛り込みました、えー、子ども・子育て支援法この改正案を閣議決定しましたでさらに、まあ、来年度予算案という話で見ますとですね新たにキャリア相談支援 それからですねイベント実施、こうしたことに対して予算を追加で投入すると、まあ、そういう計画を発表しているというそういいううう状況にあるということこですよね、まあ、そうした中なんですけどもこのイベント実施の中に実はですね、えー、キャンプへの、まあ、キャンプを実施して参加してもらうとこういったことを想定しているということでこれにはですねキャンプということでさまざまな声が上がっているということなんです村田さん、まずこのキャンプですねどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。はい 僕としてはキャンプかどうかっていうのは結構どうでもよくて、はい、えと重要なところは、うん、そのじゃあヤングケアラーっていうのは家で介護とか、まあ、介護だけじゃない育児とか、はい、いろんなそういう家事とかをやんなきゃいけないからそうなってるのに、うん、えとなんでそういうキャンプとかその学校外の時間を取れる前提なのかなっていうのが疑問一つあるのと、はい、あとそれがどういう理屈で、えー、とその介護とか で、疲れ切った子供を楽にできるのか、ま切るって当時の自分だったらそんな時間だったら寝ていたいんですね。一日中<ー>睡眠時間もないですし、うん、もう精神的に疲れてますから。とにかくもう動きたくない。寝てたいっていうのは来ると思うんですよ。はい、で、もう一つあのまあヤングケアラーって自分でやってる人もいる。いらっしゃいますけども、うん、私みたいに親にやらされてる人もいるんで、<ー>親がこんなんへ行くの絶対許さないんですよ。うんうん 先ほど時間取れないっていうのに被りますけども、うん、でじゃあその時にじゃあ自治体は親の反対を押し切って子どもが行きたいって言ったら親に行かせないと駄目ですよって命令して行かせてくれるのかって言ったらできないわけですね、うんはい、だからまあこれで行けるのはかなり程度のヤングケアラー,あー、うん、だからたまに家の手伝いしてるよりはちょっと多いかなぐらいで。うん そのもう学業に支障が出る部活全くできない友達とも全く交流できないみたいな人っていうのはここには全く入れないわけでしてちょっとそれをヤングケアラー支援っていうのはどうなのかなっていう思いがある。 ありがとううございますうそうですそでね村田さんの今、画面にも出てますが、はい、ご経験からするとですね、まあ、介護のために学校を休むことも多いという勉強もできないみたいな状況になってたことから考えたら、はい、キャンプは行ける人って限られるよねというご意見をお持ちだと、まあ、大変な人はそもそも参加できないんじゃないとそれからまあ親の反対の話がありましたね、はい、親が反対した場合、はい、結局、ヤングケアラー本人子どもたちは行けませんよねそれからもう一つ、はい、1つ村田さんがご指摘されていることはですね行ったとしてもですねいやーお互い大変だよねと。 お互い大変ですねって、こう話して終わるんじゃないと、みたいなことも、まあ、おっしゃってるということを踏まえてですね。ええ、大さん、早速いきますか、どうぞ。あの、まあ、まず、こう、見えてる景色がですね、みんな違うんです。はい。これは、当事者もそうです。元当事者もそうです。支援者もそうです。国会議員もそうです。全員違います。その前提の上で、この問題はヤングケアラーという、その一つの言葉のみによって。 何かこう属性みたいいのを作るのは非常に難しいんですねそれはまさにこう村田さんのような方もいらっしゃれば同時にいやこれはケアしていることがある種自分としては当たり前のことなんだと思っている人もいる。うんうん 幅広いレイヤーがもうすでに入ってしまったんです、このヤングケアラーという言葉には。うんでね、でこれはやっぱり定義をしないとで定義しないというのは僕はいろんな議論あると思いますが、うん、定義しないことによって幅広く救うことができるという考え方も実は成り立つんですね。 国の政策なんです<い>国の政策というのはやっぱり例は広く取らななきゃいけないけ、うん、それは今は大丈夫という人もふとした瞬間に孤独を感じたりとかものすごく苦しいことになる可能性もあるんですその人たちもやっぱり支援の真ん中に入れなきゃいけないですね。うん、でさっき 出てきた要は話して終わるんじゃないかとおっしゃる方いるんだけれども話すことは非常に重要なんです、これ当事者同士の集まりがあって、それによって一つこうじゃあ一歩踏み出してみようかと思うこともある、だからいや、行けない人もいるから意味ないよということにはそらくならない、行、うん、けない人というのは、おっしゃった通りまさに非常に重症化しているケースです、うん、これはやっぱり行政なり地域なりが家庭に介入をしなきゃいけないケースなので、この幅広いレイヤーの中でまず議論しましょうよという話はありますね。うん、ありがととうごございます、はい、ですでから、まあ、あの今ののお二人のご意見両方とも大事 なご意見ですよね村田さんのご意見もあれば大沢さんの意見もある、また別のヤングケアラーの形もある、定義しなきゃいけないというって話がありました今の国会でまさに議論されています、このヤングケアラーって何ですかとこの定義を議論しているということです、うん、子ども家庭調案ではこうなっています。 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども若者とまあ、こういう形でどうですかということで今議論されているところだということは押さえておきたいというふうに思いますさあその上で様々な意見があっていいと思います何が正解だってことは分かりませんから、うん、今やまさにやってるわけです、うん、大事な概念はですねここで話さなきゃいけないのは牧山さんもご指摘されてますレスパイと レスパイとの概念ですと、つまりそれは介護だけじゃなくて、育児でもそうですし、まあ障害者支援ということでもそうですけども。いわゆる休息息抜きリフレッシュみたいな概念の。ことを、まあどう取り込んでいくかがないと、行き詰まってしまうと。ここのご説明いただきたいんですけど、いそうですね。あのまあ、あの。あのヤングケアラーの問題だけではないかもしれません。うん、あの子育てしているお母さん、うん、あるいはあの。えー まあ、介護をしている方々そういういろんな方々がやっぱり行き詰まって精神的に行き詰まってしまってはいけないということでリフレッシュするというのは大事だと思うのでそういった意味でのお支援も、まあ、キャンプで得られればいいですけれどもあの最初に戻りますと、うん、やっぱりいろんな条件が整っていないとおそれがあ、まあ、あの悪い方向に行ってしまうといけないですよね。うんうん、はいい うんだから牧山さんの言葉みたいなのは全く心に響かないなっていうのが僕の印象でして、うん、やっぱそのなんか反発を浴びてるのはこの子どもを持ってる世帯の生活感に馴染んだ政策じゃなくて突然ポンとキャンプが出てきてるので、うん、それが多分違和感だと思うんですよ。うん、<れ>いろんなメニューがあるからいいとかじゃなくて、うんうん、じゃあそのめまずヤングケアラーに。 誰が利益するんですかっていう人が見えてないわけですよ。僕育児も介護も経験したんですけど、うん、例えばなんかその時にイベントがあるから急に来てくれる人に自分の家族を預けるってちょっと不安だなとか思っちゃうし、日頃からちょっとなんか免識ある方じゃないと嫌だなとか思うし、うん、そこをちょっとリアルにしてってほしい,と思いま。<ー>うん、だからまさにおっしゃる通りで、うん、用意しても来られないわけですよ。うん、で来られない障壁はいっぱいあるんですよ。うん、でその一つがヤング ケアラーをかわいそうだとみなす風潮なんですよねね、うん、僕の意見は、ねうん、それはやっぱり牧、まあ、村さんのね同じ党の石垣さんは石垣徳議員は「児童労働」と呼ぶべきだとそのほが明確だとおっしゃったわけです。うん、ヤングケアラー自動労働だなんてことをこうどん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 大人が言うような中で「児童労働の被害者の集まりですよ」っていうようなことになってしまうと<ー>これ集まらないし、うん、これ これこれどういうふうなちょっとルールで子ども家庭を乗り越えようとしてるのかわかりませんけれども、うん、未成年ですから子どもこれねキャンプ集まりに出すのおそらく保護者の許可いるんですね、うん、取らなきゃいけないです。村さんがおっしゃった通りのね。でこれをやるやる時にですね児童、うん、労働に加担をしている親っていう像が出来上がってしまうんです。うん、これヤングケアラー児童労働は言い続けてしまうと、うんうん、そうなってしまうとそもそも今もうすでに。 ヤングケアラーということで SOS を出してしまったら自創に一時保護で子供を取られちゃうと思っている親御さんもいっぱいいて私たちの窓口に相談はそういう親御さんからの相談は結構ありますよ。そういう子もいるし今度集まり作っても出さないというようになっちゃうだからヤングケアラーをかわいそうだとか児童労働だという風なことで簡単に SNS の中で、空間で言論を展開しちゃいけないというのが僕の意見なんですそれはまさに遠藤さんがおっしゃったつなぐ障壁になっているわけです確かにその児童労働という言葉それからもう一つは人権侵害というワードも出てきてるんですね。 ね、あの自分の子供に対して人権侵害しているかのような。うん 気持ちにはなりますねこの言われ方ねこれはもう誤解ないように言うともちろん明らかに搾取していてね人権侵、子供の人権を侵害しているケースってやっぱりあるんですそれはおそらく村田さんのケースもそうだったかもしれないけれどもあるし支援者もそうだし周りの大人もこれは許せないと思うんだけれどもでもやっぱりそもそもそんなこと言ったって目の前には親がいて目の前には子供がいるんですねで、これ虐待されている子供の場合は虐待している親のことをものすごくかばうわけですよこれはいろんなケースに見られますねその中で大人 つながね、一方的にかわ、あなたかわいそうだから、あなた被害者だからって言ったって、うん、それは何の解決もならなくて。うん、もっと泥臭くて、解決のないところで、もうぐちゃぐちゃした中で、現場をもがくわけですよ。うん、そうなった時に、やっぱ、そのかわいそうだから、自動労働だっただっていうのは。本当によく上から、なんか綺麗事言ってるように、しか、ちょっと聞こえない,、ねはい。村さん、ここまで、あの、聞かれてて、いかがでしょうか?。はい。えっ、ー、と、問題を分けるべきっていうのは、その通りなんですけど。うん、えっと、私の考えでは、分けるものが違くて。はい。えっと、まず、家族問題と、子どもの。 権利問題っていいいいううのはそこを分けないといけななとと思うんでまあ多いのが私もそうなんですけど相談に行きました、うん、で相談員の方が親の見方ばっかりして、うん、子供の方を見てくれないんだからそれは家庭問題と子ども人権問題っていうのが一緒くたにされてしまって、うん、相談員の方も家庭を向かなきゃいけないから我々の方をなかなか見られないっていうことがあると思うんですね。うん、なんで私としては窓口というよりも想像してのが119番ですね。はい まあ、通,通報すれば専門家が来てくれて対処してくれるわけじゃないですか,、うん、だからそういうふうにここに連絡すればなんとかなるっていうところを子どもに一箇所作ってあげるこれがまあ大きな安心につながりますし、まあ、そういうことで子どもが大変言いやすくなるのかなと思います。ですから支援制度についても子ども自身が、はい、申し込めるようにした方がいいよねっていう村田さんはお考えなんですよね。そそううでですすなんですけどど、はい、先ほどおっしゃっ おっしゃられた、えーとまあ、子どもがなかなか言えない要因っていうのはあるんですけれども、えー、まあ親の手前言いづらいっていうのもあるんですけれども中にはその親にバレて家に返されたらどうなってしまうんだっていう不安もあるんですね。うん、まあ親との関係は100悪くなるんですよその後とにどんな扱いを受けるか私のほどではなくてもやっぱり毎日変なふうになるんじゃないかとかそういう不安も,不安もあって。 それで言いに辛いっていうのもあるので、そこを確実に助かる。子供は S. O. S. を訴えれば、絶対に助けてもらえるっていう。うん、あの法制度を確立して。なるほど。子供目線のって、子供の権利のっていうね。はい、金近さん、うんはい、いきましょうか。やっぱりそうですね。はい、そのやらされている状況にある人と、うん、その自分からやろうって思って、その。 行為を持って、ね、やってる人たちをやっぱり一緒にするのがすごく難しい問題だなというか、うん、多分そのどっちを、まあ、いろんな問題やっぱり同時進行で、うん、ど進めていかなきゃいけない問題ではあるんですけどやっぱ順番って出てきちゃうじゃないですか。うん、でその順番に多分 納得いってない人が声を上げてるのかなというかまずその重度のヤングケアラーの方の実態の把握というかまずそっち声も上げられない人を救っていこうぜっていう人がいたりとかまあある程度声が上げられて把握しやすい人数を大勢一回救ってからなのかとかその順番とかも多分よくわからない状況だと思うんですよね何をどうして解決方法に向かっていくのかっていう道順が多分わかんないから多分 言ってんのかなというか、うん、さあその上でですね残された時間で話さなきゃいけないのは最初の話に戻ってきます、うん、そもそもですねヤングケアラーという存在がない、うん、社会を目指せないのかと、うんうん、え減らしていく上でさらになくせればいいよねと、うん、そのキャンプしたって結局なくなってないでしょっていう話だと思うんですよねあ<ー>、まあ、そういった意味でなくせるのかということも含めてですが村田さんはどういうふうにお考えでいらっしゃいますか えとなくす努力はすべきですけれども、うん、絶対にゼロにはならないと思いますし、うん、えとゼロだと思ってはいけないと思いますそれは単純にある問題を見えなくしてるだけですのでただやはり減らす努力はしたい、えーとうん、これで苦しむ子どもっていうのは結局大人になって自己責任で片付けられて、うん、何の支援も受けられずそのまま苦しむってことが多いので、うんうん、そういう人を一人でも少なくしたいこれ少なくともこれからも子どもにはそういう覚えさせたくないっていうことはまあ 少し、むなさん教えてください、順番に行きますけど、まず、はい、あのですから、はい、どのぐらいなのかがよくわからないとところがあるので、もちろん調査はありますよと、はい、中学2年で18人に1人みたいなデータはあるんですが、どのぐらいのか、はい、把握するところから始まるのもあるという意味で言うと、まず言いやすくなると、はい、私は困ってますとかですしんどいですって言いやすくなる環境を作るには、皆、はいはい、さん、どうしたらいいというお考えですかえとまず認識を改めていただく、うん、というのも、えーと、ヤングケアラー、まあ、先ほどかわいそうっていうのもありましたし、 えと私の場合ですと要は被害者ずらせるなとか甘えんなっていうことを言われたことが多かったんですね。はい、でもヤングケアラーって子供自身に別に非があるわけじゃないんですよ大半の場合。うんうん、なので私としては交通事故にあったみたいなもんでたまたまそこに生まれただけでそうなったと。だ交通事故にあったからって別に骨折ったって、うん、いや恥ずかしいって隠す人っていないじゃないですかいンターもいないのに、はい、だからそういう認識になってほしいヤングケアラーは。はい、事故だっていう、うん あともう一つはあの虐待ではないというところも踏まえてですけどもそのご家族自身に問題があるわけでもない中で介護してますとその結果、ですね自分の人生を諦めると将来を諦める夢を諦めるみたいなことになっちゃって自分の人生を生きられないっていう問題に直面したときにまあどうその自分の気持ちを抑え込まずにやっていけるのかみたいなことってどういう可能性があるんでしょうか。 気持ちを抑え込まないって結構難しくて、うん、まあ私も気持ちはあるんですけれどもいろんな障壁があって現在できないっていうことがたくさんありまして、うん、っていうのはやっぱりそのヤングケアラーとか虐待もそうまあ虐待ですかヤングケアラーでじゃあ自分の人生生きられなかった、うん、で大学も好きなとこ行けなかったどこが大学も行けなかったみたいな人が。 その後、どうやってやり直すかっていう方法が確立されていないんですね。あ、そっか。うん。そ,ううん、その後やり直すって考え方もあるんですね。そ、そういう意味で言いますと。うん。うん、えー、で、まあ、だから、その前っていうのは、今現在の体制じゃ無理なんですよ。どう頑張っても。うん,うん。あの、親が、で、まあ、で、本人が、その望んでいようがいまいが。やっぱり、難しいところがあると。え、はい。で、だから、今言われているのは、その、子供を助けると、子供のうちに助けるのか。うん まあそれができなかったら大人になってから助けるのかって2つしかないと思うんですけれども、うん、今そのどちらもない状態でありましてそこが本当にやるせないないいと思いますあの周りの地域ってその学校に行きゃ周りがいるんで周りから見て分かるから周りがあの家おかしいぞっていうのを分かった,とかった時にどっか行ってなんか動き出してくれるみたいなそういう信頼感のあるところがあれば変わると思うんですよ。 で今子どもから言うっていうのは相当ハードル高いからそ、うん、でそ子どもの発信に預けているようではほぼほんに絶望的な状態になってからからその前に段階的に入り込むそのなんかアラートのようなものを子どもは発するんで明らかに学校で何かおかしいぞってなった時にそれをなんかこう周りが言って拾ってくれるところってどこなんだろうっていうところがないと。うん なんか問題。そうですね。宇佐美さんのおっしゃってるのもすごく大事なご指摘。うん、それから、む村さんがおっしゃった子供が自分から言ったのに、跳ね返されて大人ということを聞いちゃうっていう。両方大事なんで、うん、両面から攻めなきゃいけないっていうのがあると思いますよね。アベマプライム侵攻の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、チャンネル登録よろしくお願いします。